大会の日本代表初戦を前に、留萌の小平町で水だこが勝敗の行方を占いました。決戦当日の朝、こちらの漁港では試合を前にすでに熱気に包まれています。関係者が集まったのは小平町の薄谷漁港で、今朝沖合で取れた一番元気なラビオ君が初戦の行方を占います。勝ち、負け、引き分けの3つのゾーンに分けたどの箱に入るかで判定です。初戦の行方は、足がコンテナの方に入っています。開始から55秒、ラビオ君は日本の初戦は勝利と占いました。この通り日本にも勝ってもらいたいですね。これだとあれじゃないですか、3点ぐらい差つくんじゃないですか。